ハレリア、アメン。こんばんは、ハレリア、アメン。はい、今日は顔は乱れてませんね。はい、皆さん、お元気ですか？今日は涼しいですね。本当になんかいいですね、涼しくてね。今23度ぐらいかな。室温が23度。小太郎さん、ハレリア、アメン。小太郎さん、ハレリア。お元気でしょうか。今日はですね、昨日日曜日で、昨日はちょっと言えなかったんですが、この祈りの祭典ですね、ニコ集会っていうんですが、ニコさんっていう人がの、集会で、ニコ集会なんですが、この祈りの祭典がですね、第3ハレリア、今日新宿シャロームっていうところで10時と1時半にあったんですね。で、10時の方はね、ちょっと30分ぐらい映んなかったんですね。で、見た方いるかな。はい、そうですね、どのくらいの方が見たかちょっとちょっとチェックしましょうね。ニコ集会見た方は、ですね、1、見てない方が2、行きましょうね。このニコ集会、ネットで、リアルでもいいですよ、リアルでもいいし、ネットで見た人が1、見てない人が2ということでね、正直に答えてください、正直にね。いきますよ。はい、ニコ集会見た人が1、見てない人が2。1、2の3。あ、結構見てますね、すごい。結構見ましたね。5人に1人。わあ、結構見ましたね。あ、リトルさん見てない。5人に1人、場合によっては10人に1人。結構見たということです。で、見てない方はですね、こちらで見ることできますので、今見ないでくださいね。あ、これじゃないな、ちょっと待ってください。見たい方はこちらで後で見ることできますので、見てください。ちょっと今貼りますからね。これかな。これが1個ですね。これが午前中のニコ集会、午前中ね。それから、こっちが午後の集会の形かな。これが午後の集会ですね。これ後でゆっくり見てください。これがニコ集会の録画ですね。ニコ集会の録画ですね。はい、じゃあ見た方だけでいいですので、とてもいい集会だったんですね。とてもいい集会で、それではですね、実際にもう感想聞いちゃおうかな。じゃあ皆さん、見た方、20% の方が見たということで、じゃあ見た方だけの、見てない方は感想しないでくださいね。見た方だけの感想、明かしタイムいきましょうね。はい、じゃあ皆さん、ニコ集会どうだったか。感想明かしタイム、はい、お願いします。スタート。感想明かしタイム。あ、30分ぐらい午前中はちょっと暗かったですね。楽しかった。元気なかったけど心が穏やかになりました。ジョーカーがすごかったです。集会を見てニコニコしました。とても皆さん燃えてました。よかった、心に染みました。面白い話もあった。体が熱くなり、涙で前が見えませんでした。最近は危ないと思ったが、死にと知った。少し外に出れるようになりました。カルトは怖いと思いました。油が注がれました。祈りの塔について面白い話が聞けました。ジュタさん。
祈りの塔について面白い話が聞けました。録画したのでまた夜に見ます。いつリバイバルが始まるか早く知りたい。キューちゃんの話、私何も話してないんですが、あのダンスを見てると踊ってしまった。威厳がたくさん消えてよかった。物見の塔じゃないですよ、物見の塔。前に出てみんなひざまずいてお祈りしました。アメン。前に出て、みんなひざまずいてお祈りした。ジュサさんリアルに出たんですね。そうですか、素晴らしい。イエス様のもとに集う人は素晴らしい人が多いと知った。それからみんなが歌ってた賛美歌がすごかった。祈りの塔ですね、祈りの塔ですね。私行かなかったんですよ。私もあのネットで見たんですね、ネットで見たんですね。ハレリア、かこいさん、ハレリア、アメン、アメン。祈りの塔ですね、祈りの塔だったかな。はい、ありがとうございました。はい、わかりました。じゃあですね、私の感想を言いますね。はい、リュウさんこんばんは。多分ですね、あの来月のお祭り配信は多分ですが、まだはっきりわかんないですが、7月の27、28、7月の下旬の金土で、7月の27、28にお祭り配信ができるんじゃないかなと予定です。まだ確かめてないんですね、確かめてない。来月の27、28がお祭り配信する予定ですね。はい、かずのこさんこんばんは。それではですね、私の感想はですね、まず、今年ですね、今年からやっぱりリバイバルが起きるという予言がありましたね。ニコさんっていう牧師がいまして、まあ、インドネシアでとても大きい、教会の牧師なんですが、ニコさんも言ってました。今年から日本にリバイバルが起きると言ってましたね。アメン。もう一つ別な予言でも今年からリバイバルが起きるという予言がありましたから、2つ3つ、あの今年から日本に予言がリバイバルが起きるという予言があります。アメン。それからそのインドネシアの第3アメン、クタロさんアメン、でそのニコ牧師っていうんですね、ニコ牧師って、私のことじゃないんですよ。リバイバルは11月28日。ニコ牧師ってこの人がニコ牧師なんですね。このインドネシアベテル教会主任牧師、またはインドネシア全国祈祷ネット指導委員会のメンバーでもある祈りの塔を始めてから教会は爆発的に成長し、現在教会を含めて30万人、皆さん30万人、すごいね、30万人の会員を持つインドネシアを代表する牧師であり、有名な全てに感謝しよう、全てに感謝しよう我が主にという、その賛美を作った人ですね、という賛美の曲は彼の 作曲によるというですね。で、今日はこのニコ
牧師とこのクリスティーナさんですね、クリスティーナさんがメッセージしてくれたんですが、このニコ牧師がですね、聖霊様によって、その、日本のために祈んなさいと、日本のために祈んなさいという促しがあったそうですね。で、何回か日本に来て、取り出しの祈りをしてくれているようですが、まあ、とにかく世界中のクリスチャンが日本のために祈りなさいと。で、日本は確かに悪魔に牛耳られて非常に、この霊的に圧迫された国なんだそうですね。このクリスティーナさんも日本に来たら、こう喉をこう悪霊に喉を締め付けられたみたいなことを言ってましたね。それだけ悪魔は日本をこう牛耳っている。それは、日本から全世界的なリバイバルが始まるという、そのことを悪魔が知っていて日本を支配している。だからこそ日本は、神様は日本を愛してるともおっしゃってましたね。そのニコ牧師がですね、ニコ牧師が、神様は日本をとても愛している、ものすごく愛しているということで、クリスティーナさんも泣きながらメッセージしてくれましたね。本当に、その、日本は特別な国だということですね。それで、まあ、今年から日本に、まあ、リバイバルが起きるという予言と、それからあとはですね、まあ、そのインドネシアも皆さんご存知のように、数年前に、数年前にこう大きな地震があって、大きな津波がありましたよね。で、それ以降もインドネシアでちょくちょく地震があったの皆さん覚えてますか？インドネシアで何回か地震があったのを覚えてると思うんですが、ニコ牧師曰くですね、その災害があった時こそ、リバイバルがあったんだそうです。で、日本の去年の、東北大震災ね、これ私が言ったんじゃないですよ、ニコ牧師が言ったんですが、あれも神様の日本のリバイバルの印だと言ってましたね。日本がこれからリバイバルを起こす印だと言ってました。そしてこれからも、災害が日本に起きるそうですね。日本に災害が起きて、その災害が起きることの中でリバイバルが起きると、ニコ牧師が言ってました。私じゃないですよ、ニコ牧師が言ってましたね。それはまあ私が言ってきたことと大体同じだと思うんですが、とにかくそのリバイバルと災害が関係があるということですね。リバイバルと災害がある関係がある、つまり、揺り動かしているという意味ですね。神様が日本を揺り動かしている、神様が日本を揺り動かしている、それと、まあ、リバイバルと関係があるということですね。あと何を言ってたかな、あとそれでとにかく、まあ、リバイバルには祈りが必要だということで、その祈りの塔といいまして、24時間交代でね、交代で24時間、祈って礼拝して賛美するという、そういう祈りの塔を立て上げるというか、そういうことをインドネシアでしてるし、また世界中でしてるんだそうですね。で、日本でもちっちゃな祈りの塔をあちこちで始まってるらしいんですが、このさっき貼ったクリスチャンネルというところでも、夜10時から朝8時ぐらいまで祈りの塔をやってるんだそうですね。で、祈りの塔を立て上げて、そしてこう継続的に祈る、継続的にですね、継続的に継続的にこの何でしょうか、祈っていくということが日本にも必要だという、日本のリバイバルのためには、祈りの塔が必要だという、そういうコメントなんですね。そうですね、私もそういう祈りの塔ができたらいいなと思うんですが、今のところですね、この教会で、まあ、日曜日だったら、10時半からだいたいですね、夜の9時ぐらい、8時か9時ぐらいまでここで賛美したり祈ったり学んだりしてますので、まあ、それも一つの祈りの塔かもしれません。
それから木曜日の祈りの時も、祈り会の時もここでだいたい1時から6時ぐらいまで祈ったり賛美したりしてますので、まあ日曜日と木曜日はもうやってるみたいな感じでしょうかね。もっと24時間ね、祈りの塔っていうのをやりたいなと思いますね。このニコ生放送でね、ニコ生放送で24時間の、祈りの塔やったらいいんじゃないかなと思いますね。どうですかね皆さんね。まあ今すぐできませんけど、皆さんの協力があればですね、皆さんの協力があればニコ生祈りの塔24時間、賛美と祈りっていうのはね、そういうのいいんじゃないかなと思うんですね。どうでしょうか、皆さん協力してくれませんか。それはいいですね、すべきだと思います。ハレルヤ、かこいさんかこいさんいいですね。第3アメン。24時間放送ね、交代でやるというようなね、小太郎さん、ちゅたさん、アメンアメンね。ニコ生祈りの塔ってどうでしょうかね。24時間、もう要するに交代で、まあ私一人で24時間できませんから、もう皆さんで交代でやっていくみたいなね、そういうのができたらいいなと思いますが、ぜひ皆さん祈ってください。あ、京都国際競技場でエンパワー21があります。アメン。そう、これなんです。この来年の10月、京都でエンパワード21があります。ぜひ皆さん今からですね、これに出たいと思ってください。もうちょっと京都までの交通費を皆さんちょっとこれからプールしてですね、皆さんでこの来年の10月、まだだいぶ先ですね、今年じゃないんですよ、今年はガジマさんなんですが、来年の10月にエンパワード21、これがですね祈りの塔ですね、これがですね京都でやりますので、ぜひ皆さん、お金今からその交通費貯めてですね、皆さん京都エンパワード21、みんなで集まりませんかね。みんな集まって、そこでみんなで一緒に祈りましょう。京都オフですね。京都オフいいですね、いいですね。京都は日本のエルサレム。そうですね、 LTL で行くのそうですね、もう LTL でもう全員集合みたいな定員が3000名しか集まれないという、USS さんは近くていいですね。はい、まあ皆さんぜひ来年10月エンパワード21、皆さん考えておいてくださいね。いいですね、もうこれからもう、あれですね、もうニコ生、24時間、祈りの塔もいいですね。まあ、本当に皆さんいろいろアイデアがどんどん出て、もうリバイバルが近いですからね。皆さん日本のリバイバル、今年からリバイバルだっていうこと。USS さん10コイン？USS さん10コインなんですか？あらわ。もう10コインがいるんですか？すごいね。そうですか。もう実行委員だそうですよ、 USS さんがね、もう随分早いですね。はい、あ、クルーズさん来ましたね。クルーズさん、クルーズさんこんばんは、よくいらっしゃいました。まあこれからリバイバルが起きるということで、いろんなことが起きてくるので、皆さん楽しみにしてください。いろんなことが起きてくるので、いろんな集会も増えるでしょうし、いろんなことが起きるので、皆さん一緒にね、一緒に参加しましょう。今日の集会も本当良かったですよ、すごく。皆さんぜひですね、もう一回ちょっと、あ、後でまた貼りましょうか。すごく良かったので、ぜひ後でまたゆっくり見てくださいね。はい、そうですね。あ、クリさんありがとうございます、降りてくれてありがとうございます。アメンアメン。そうですね、あとですね、今日はですね、ちょっとこの面白い企画を出しまして、英語コーナーですね、英語コーナーをちょっと、
入れまして、皆さん英語に関心あるでしょうか、英語で聖書を学ぶという、ガジマ市失望させられた、今年の10月もガジマ市来ますよ、英語コーナーいかがですか、英語コーナーね。じゃあちょっとやってみましょうね、また感想は後で、今日の英語コーナーは、ジョンっていうのはヨハネですね、リトルさんいいねありがとうございます、ジョン6:55、一章の章のことをチャプターって言いますね、チャプターで、一節二節のことをバースと言いますね。ですからジョンチャプター6バース55と言いますね。ジョンはヨハネですね、ヨハネ、じゃあいきますよ、55見えるかな、ちょっと見えるかどうか、ここのとこですね、皆さん一緒に読んでください、私発音悪いので発音は真似ないで、皆さん一緒にいても発音真似ないで発音してください、いいですか、ここね、ここのとこ55って書いてあるでしょ、見えるかな、55いきますよ、 For my flesh is real food and my blood is real drink、 言ってください、 For my flesh is real food and my blood is real drink ね。でこの for っていうのはですね、まあ、聖書でよく使う言葉なんですが、これは because と同じ意味で使いますね、 because、 これ聖書でよくやるんです。でなぜならばということなんです、それは前の言葉の理由ですね。ですから、まあ、今日学びたいのはこの for をカットして、 my flesh is real food and my blood is real drink、 これどういう意味かというと、私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物ということで、イエス様の肉は本当の食べ物、イエス様の血は本当の飲み物ということで、これはとても大事な御言葉ですね。はい、皆さんもう一回言ってください、 My flesh is real food and my blood is real drink、 My flesh is real foodAnd my blood is real drink. 覚えましたか？覚えましたか？暗唱聖句ですよ。暗唱聖句。これなしで言いましょう。なしでね。はい。My flesh is real food. And my blood is real drink. もうなしで言えますか？ My blood is real food. My blood はドリンクですね。My flesh is real food and my blood is real drink. 覚えましたか？覚えましたか？はい。まあ、少しずつ覚え、それで、そのフレッシュっていうのは、まあ、肉なんですが、ミートの肉じゃなくてですね、ミートの肉じゃなくて、まあ、肉的ということで、覚えました。アメン。肉的でフレッシュ。新鮮のフレッシュは R ですね。で肉のフレッシュは FLESH で、新鮮という意味じゃなくて肉という意味でフレッシュですね。でフッドは食べ物、ね、ブラッドは血ですね、ブラッドは血、ドリンクは飲み物ということね。そうそう、ですから My flesh is real food and my blood is real drink、 イエス様の肉は本当の食べ物、つまり皆さんが今御言葉を学んでいることを表します。まあ、皆さんはイエス様の肉を食べているんです。御言葉を学ぶということは、イエス様の肉を食べて、でみんな油すぎを受けているということは、皆さんはそのイエス様の血を飲んでるんですね。皆さんはイエス様の血を飲んでるんですよ。イエス様の血を飲んでいる、まさに今皆さんがやっていることなんですね。はい、いかがですか？まあ、大事な御言葉を英語で覚えていくということが大事でしょうかね。はい、
それではですね、カズノコさん、イエス様を愛していますね。ニコ集会本当に良かったですね。もう一回ニコ集会ね、皆さん後で今来た人もいるので、ニコ集会のちょっと URL 貼っときますので、これが、午後のやつが、これが午後のやつですね。で、午前のがこっちですね。こっちが午前のですから、ぜひ皆さん後でゆっくり見てくださいね。ゆっくり見てください。はい。キューちゃん、なんで祈ると心が豊かになるんですか？それはイエス様と会話をするわけですからね。イエス様と会話をすれば元気になるんですよ。はい。それではですね、今日は、英語証し急にはちょっと無理かな。皆さん英語証しできますか？できそう？できるかもしれない。やってみましょうか。何でも試しが必要ですね。はい、じゃあ皆さん、英語証し、まあ、日本語でもいいですが、一応英語証しスタート。私は見えなくて見れませんでした。後で聞こうと思います。はい、英語証しスタート。This is a pen. This is a pen. I can do it. Yes, we can. No hope because need. God is good. あ、出ましたよ、皆さん。God is good. My father is God.ね、出ましたね。はい。No money, no life. God is great.Christ lives in me. Christ lives in me. いいですね。It prayed to Jesus and because... これわかんないな。God loves us. God loves us. I am Evangelion. Before, なんかリトさんありましたね。Before heart sick, now happy. ああ、心臓が悪かった ？God is wonderful. God loves Japan. God bless me.Help me. I love Hiroyuki. God is inside of us. Love is most important. Love is most important. God always forgives us. God always forgives us. God bless you. God is right in.I'm happy. Without Jesus, there is no hope. Without Jesus, there is no hope. You make me laugh. God loves us. In Jesus' name, we pray. Amen.As we would that man should do, わかんないな。
God gives me something. God is the greatest. God is the greatest. I want to get a free English Bible. I seem to die of a disease.Love is an important subject to the Christian. The love of God is eternal. Eternal っていうのは永遠っていうことですね。Religion is very important. Religion って宗教ですね。Religion is very important.I have spiritual gifts from Holy Cross. 私は、十字架から霊的な賜物を持っています。I pray for God so that whole world are in peace. 私は、世界が平和になるように祈りますということですか。I want to be with Jesus every time. 私はイエス様といつも一緒にいたい。I want to be with Jesus every time. God loves only me. God loves only me. 私だけ愛する。I wanted to go for Kyoto Empowered 21. もう過去形じゃないですか。これ過去形じゃダメですよ。これからですよ。Love brings Christians together.愛はクリスチャンを一緒にする。Q is ニコ生ブロードキャスター。My Lord loves the world so much. 私の主はこの世をとても愛しています。 Christians destroyed African cultures. English はどこで覚えたんですか？はい、ネットで覚えたんですよ。私ネットで。 Jesus tells us that we areTo love one another as he loves. イエス様が互いに、私が愛したように互いに愛し合いなさいと言っている。 I want to God's work. 私は神の働きが欲しい。 I went to the beauty parlor today. 私は美容院に今日行った。 Why do you ニコ生伝道？あなたはなぜニコ生で伝道する？ I can't speak English. I am going to complete the game today. 私は今日、ゲームを終わりそうです。ですか？Let's study English through internet. インターネットを通して英語を勉強しよう。
How much is your English Bible? あなたの英語の聖書はいくらですかっていう。だいたいもう1000円ぐらいで売ってますよ。We give thanks to God. 私たちは神様に感謝します。I keep His word truly. The love of God is perfected in me. 私は彼の言葉を、保って、ちょっと読めなかった。Where live God? Where does live God? Where does God live?要するに神様はどこに住んでるかということですか。 In heaven ですね。 In heaven。 Did you graduate from high school? 高校卒業しましたか。 Give me Jesus。 いいですね。 Give me Jesus。 イエス様ください。 Give me JesusThank you for giving me everlasting life. Amen. 永遠の命をくださってありがとう。ね。Amen. 永遠の命をくださってありがとう。Do you think that heaven exists? 天国があると思いますか？思いますよ。We say Amen every day. 毎日 Amen と言います。Do you go to heaven? もちろん、天国行きますか？行きますよ。I want to be clean heart. 私は、綺麗な心になりたい。How can you get your wife? 奥さんどうやって、得るのですかっていうことですが、得たのですかでしょうね。Please listen to my hymn. So this is your song. 私の賛美歌を聴いてください。これは私の歌です。あなたの歌です。Jesus loves chocolate. Love the Lord your God with all your heart and with all your mind. 心を尽くして、思いを尽くしてあなたの主なる神を愛せよ。When I say Amen, our friend leaves. Amen と、Amen と言ったら友達がいなくなったという。I would like to go to your paradise. 私はパラダイスに行きたい。I want a holy life. 清い生活が欲しい。My lover is God. So lonely night today too. どういう意味でしょうか。Do you think God? あなたは神を思いますかっていうことですか。 I can't love the world or the things in the world. 私はこの世と、またはこの世のものを愛せないっていうことですか。 Hershey Pasta is a match だ。 Hershey って異邦人かな。異邦人の牧師は町田にいる。I like Bible. 私は聖書が好きです。I would also like to become a pastor like you. あなたのように牧師になりたい。いいですね。Let's play with us. I love Jesus. 和の子さん。I love Jesus.はい、ありがとうございました。結構面白いですね。結構いいですよ。たまにこういうのもいいですね。英語を明かしたいものも結構いいですね。Joy of the Holy Spirit。御霊の喜びでしょうかね。御霊の喜び。Joy of the Holy Spirit。御霊の喜び。町田 is my second favorite city. 私は町田が2番目に好きな町。Bible is the first 町田。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。まあ、たまにはいいんじゃないかなと思いますね。
たまにはこういう面白いのもいいんじゃないかなと思うんですね。はい。Rejoice, O young man in thy youth. 若い人、あなたの若い時に喜べかな。勉強になりました。結構面白いですよね。はい、じゃあ一応終わりにしましょう。それでは、ファイナルメッセージいきましょう、ね、ファイナルメッセージいきましょう。町田イズカントリー、町田イズカントリー、これ町田は田舎という、町田は田舎、町田は西の歌舞伎町って言われてますね。西の歌舞伎町だからちょっと危ないとこなんですよ。西の歌舞伎町だからね、ちょっと危ないとこです。はいはい、それではファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージも英語。ファイナルメッセージも英語。それじゃあですね、まあ本当に今日は2個集会良かったですよ、本当に。そのクリスティーナっていう方はものすごい強いね、まあ祈りをしてですね、やっぱりまさにカリスマ派という感じで、もう本当にもうすごくね力強いメッセージ、力強い祈りなんですよね。私もですね励まされましたね、もっと強く祈りたい、もっと強くメッセージしたいというふうに思いましたね。やっぱり牧師も油注ぎが必要です。牧師もメッセージを聞く必要がありますね。もう本当に何か日本から、日本が今年からリバイバルが起きるっていうのを聞いて、もう一度心を強めてですね、まあ本当に、なんか戦わなきゃいけないとおっしゃってましたね。やっぱり悪魔と戦ってですね、アダヨンさん、みんな威厳を唱えていた。ああ、もう何かこうね、まさにこの日本はこう悪魔の束縛が強いのでですね、もう女の方でしたけど、こんなね戦うような格好としてましたね。もう本当にこうサタンと戦って、祈りで戦って、賛美で戦って、礼拝で戦ってですね、勝たなきゃいけないという。はい、ひかるさんこんばんは。ですからぜひ皆さんこの、後でその見ていただいてですね、映像を見ていただいて、皆さん自身が燃えてですね、あの映像を見ると燃えますので、ぜひ見てですね、燃えてですね、そして一緒に戦いたいと思いますね。日本を勝ち取るために、サタンから日本を勝ち取るために、多くの人を救うためにですね、サタンの目に見えませんが、目に見えないサタンの呪い、そしてサタンのこの束縛を打ち破ってですね、人々が本当に救われるように。はい、リトルさん、リバイバルのために働きたいです。第3アメン。もう本当にこの今日のね放送を聞いてですね、2個集会の放送を聞いて非常に励まされましたので、ぜひ皆さんも見てくださいね。そして本当に、まあ私大体私と言ってることは同じだったと思うんですね。私と同じような内容だったと思うんですが、ニコ集会ってニコ生と関係ないんですね。ニコ生とはちょっと関係がないんですが、しかしもう本当に熱いですね。もう私も熱い方だと思ってましたけども、世界のカリスマは私よりもはるかにはるかに熱いですよ。はるかにはるかに強い。だから私はもっともっと燃えなきゃいけないし、もっともっと強くねメッセージしたり、もっともっと強く祈んなきゃいけないなというふうに思いましたね。ですからぜひ、皆さん一緒に祈っていきましょう。一緒に祈っていきましょう。あと何を申されたかな。あと誇り、祈りの歩行といって、なんか自分の街をねこう祈りながら、やけどしそうな油注ぎですね。ああ、小太郎さん見ましたか。
周回配信に少し映ってました。あはは、映ってましたよ、ジュタさん、放送映ってました。神様のことをもっともっと知りたいです。アメンアメン。神様のことをもっともっと知りたい、アメン。祈りの方向っていうのは自分の街を祈りながらこうぐるぐる回るというね、それで、歩きながら祈ることによってその街を勝ち取るというのが祈りの方向。プレイヤーウォークっていうのかな、プレイヤーウォーク、プレイヤーっていう祈りということですね。プレイヤーが祈りでウォークが歩くでしょ。だからプレイヤーウォークっていうのは祈りの方向です。皆さん自分の街、自分のね、街をですね、祈りながら歩いてください、散歩してください。そうするとその街に祝福が来ます。それから断食の話がありましたね。断食、断食もいろんな断食があるんですが、一食を抜く断食、それから一食を抜く断食と、それから3日する断食、まあ1日やる断食もありますから、一食は簡単。あ、ジュタさんは火曜日に断食するということね。ジュタさんは火曜日に断食する、素晴らしいですね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、まあその最近断食してない、あ、リトルさんも断食するんですか。ああ、そうですか。リトルさんも断食することがあったということですかね。はいはい、それではですね、ファイナルメッセージもうちょっとやります。ファイナルメッセージですね。前はやってた。ああ、で、まあその断食というのはですね、断食というのはまあ、この祈りやすいということですね。祈りのために断食するみたいな感じがします。まあ断食することによって、まあ食事する時間が持てるとか、それから肉的なものが弱くなって祈りに専念できるとか、まあ、いろんな、ことがあります。断食して祈るということもこう、カリスマではあります。それから祈りの歩行というのもあります。あ、リトルさんも金曜日に断食したの。あ、そしてまた一緒に祈る、一緒に集まって礼拝するということがありますね。ですからまあ、リアルで皆さん一緒に集まるということはなかなか難しいので、このですね、ニコ生の放送を通して、まあ、一緒に、この、一緒にですね、祈っていくということができるんじゃないでしょうかね。一緒に祈っていくというのはとても大事かなと思いますね。はい、それではですね、はい、じゃあですね、ちょっと待ってくださいね。はい、それじゃあちょっと招きを先にしましょうね。はい、皆さんちょっと招き早いですが、今日はまあ二項集会についての感想ということで、やりましたけれども。皆さん、日本のリバイバル、日本のリバイバルについてですね、もう日本がリバイバル起きるということで、一緒に祈ってイエス様を信じて一緒に日本を救いたいと思う方、日本のリバイバルに協力したい方、サタンと戦って
日本を神イエス様の国にしたい方、アメンと言ってください。アメン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 。はい、ありがとうございます。LTL 教から日本にバイバル。アメン。はい。アメン。素晴らしい。じゃあ、ね、一緒に祈っていきましょう。はい。ゆうさん、アメン。天のお父様、感謝します。今日は、ニコ集会という、集会が、ネットでありましたけど、たくさんの方が見てくれました。どうぞ、イエス様、今年からリバイバル起きるという予言で、本当に、心を強めました。そして、日本のあちこちで祈りの輪が広がっています。私たちもこのニコ生の中で、ネット放送の中で祈ってきました。リバイバルのために祈ってきました。日本の救いのために祈ってきました。日本の罪を悔い改めてきました。もうすぐリバイバルということで本当に、心を強めます。イエス様、どうぞどうぞ、早めてください。日本のリバイバルを早めてください。そして、本当に、この霊的な解放があり、霊的なブレイクスルーがあり、たくさんの方が、救いに、預かることができるようになると信じます。ニコ生でもたくさんの方が救われました。本当に感謝します。どうぞこれからもっと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 たくさんの方が放送を見てイエス様を信じるようになりますように。どうぞ祝福してください。祝福してください。この放送を祝福して、リバイバルに用いてください。そして、一致して祈っていくことができますように。一致して祈って、そして、多くの方がその、イエス様の力を受けて、聖霊様の力を受けて悔い改め、そして救われたいという気持ち、救われたいという気持ち、そして罪が許されたい、罪が許されたいという気持ちが、起こされますように。どうぞイエス様、たくさんの人たちの心に触れてください。特に若い人たちの心に触れてください。迷っています、悩んでいます、苦しんでいます。彼らの心に触れて、あなたの愛で満たしてください。あなたの愛で満たし、どうぞイエス様、多くの人たちがイエス様の福音に触れ、御言葉に触れて、新しい人生を送ることができますように感謝します。イエス様、本当に、あなたがされることを期待します。ニコ生のその働きを期待します。どうぞイエス様、今兄弟姉妹が共に祈っています。一緒に祈っています。私たち祈ってきました。ます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 一緒に祈っていきたいと思います。どうぞ祝福してください。感謝します、感謝します。今アーメンと言った方々が救われますよ。今アーメンと言った方々がイエスキリストを信じて救われますよ。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。もう一度ですね、最後にもう一度今日の集会の URL を貼りますので、これが朝かな、これが朝ですね。そして、これが午後ですね。まだ後から来た方のために、これ今日の集会の、URL なんですが、ぜひ皆さんお時間があるとき見てですね、これ見るだけで燃えると思いますね。見て、本当に、世界のカリスマはものすごい熱いんだ、私なんかまだまだ、ぬるい方です、ぬるい方ですが、世界のカリスマはとても熱いんだということで、ぜひ、熱いメッセージを聞いていただいてですね、言ってる内容は、まあ、本当に私が言ってることとに同じようなメッセージですけれど、世界が御代のために祈ってくれてるんだ、世界がもう本当に、24時間、ね、連続して祈ってるんだということで、
これから、本当に日本は変わるんだということですね。まあ、災害もこれから日本に起きそうかもしれません。しかしその災害というのはリバイバルの印だというふうに今日聞いて、やはり、私が言ったことと同じだということが分かりましたね。ちょっと待ってくださいね。はい、それじゃあですね、明日の朝は11時から花さんの放送があります。世界中の人が油注ぎを受けるといいですね。ますます御霊が日本に注がれますようにね。じゃあちょっと時間がありますのでね、リバイバルコメント、皆さんリバイバルコメントを打ってください。それをで終わりたいと思います。リバイバルコメントちょっと打ってください。はい、明日10時から花さんの放送があります。春はリバイバルだと知れました。町田からリバイバル、ね、明日朝11時から花さんの聖書クラスがあります。癒しのミニストリーは涙が出ます。リバイバルを心待ちにしています。神様の愛で皆が包まれますように。もっと精霊をください。もっと油を注いでください。リバイバルはもう来ています。町で会う人がみんなクリスチャンになります。日本に必要なのはリバイバルです。リバイバルのために精神します。リバイバルの予言は海外毎日、聖霊の賜物がリスナーの皆さんにありますように。聖書のどこにリバイバルという箇所があるの？御国が来ますようにがそうですね。御国が来ますように、日本のリバイバルが始まったら世界中にリバイバルが始まります。リバイバルで悪霊は出ていきます。今日たくさんの兄弟姉妹と会えたことを感謝します。身の回りの人からクリスチャンになります。イエス様は日本を助けてください。リバイバルはすごいと思います。51分あたりで津波の話をしている。日本がリバイバルの出発点として頑張ろうと思います。韓国教会から日本を守ってみせる。韓国教会に祈られています。LTL がもっと燃えますように。アメン。日本は過去の戦争犯罪を悔い改めないとリバイバルは来ないと思います。そうですね、悔い改めが必要です。神の愛が日本を変えます。神の愛が日本を変えます。リバイバルを信じて生きていきたいです。リバイバルでみんな油注ぎを受けて幸せになります。キューチャーの教会人が多いから立て直してください。リバイバルで元気な人間になります。昨日も今日も変わらないイエス様が皆さんを愛しています。キューチャーの教会で結婚式を挙げたい。昨日のリバイバルはすごかったです。何があってもイエス様の御言葉に従います。アメン。最近日曜日人増えましたね。新宿の一等地に教会を建ててください。リバイバルは今年から起きると信じます。教会同士の争いがなくなり日本のクリスチャンが協力しますように。リバイバルが来たら素晴らしいだろうな。みんながイエス様の愛が分かりますように。はい、ありがとうございました。そろそろ時間が来ましたね。はい、それじゃあですね、また明日朝と夜と
お会いしましょう。それではありがとうございました。シャロン、シャロン、アメン。どんなに素晴らしいか、筆舌にしがたい。アメン、アメン。おやすみなさい。